バイオハザードダークサイドクロニクルズは2010年にカプコンより発売されたウィーセンヨガンシューティングゲーム。各作品の名称はバイオハザードシリーズの登場人物に準じた形で略している。バイオハザードアンブレラクロニクルズの続編。2009年3月に発表され、2010年1月14日発売。CM ソングは清春のローエッスを起用。 CM でのアーティストとの曲のタイアップは、バイオハザードシリーズ史上初となる。サウンドトラック CD、プレミアムレーベル、映像 DVD、リバーシブルジャケットといった内容の、コレクターズパッケージも発売された。また、通常版、コレクターズ、パッケージともに、初回同梱特典として、特別冊子、ダークスイードリポートが付属した。 ストーリーは2002年の南米を舞台としたオペレーションハビエルという新規の物語内において主人公の一人であるレオン・エス・ケネディが過去に体験、伝聞したバイオハザードに及びバイオハザードコードベロニカの物語を改装する形式で展開していく三部構成となっている。2と C、V を踏襲するシナリオにはそれぞれメモリー・オブ a ロストシティとゲームオブオブリビオンという副題が付与され、ゲームシステムに沿ったアレンジが施された。また、前作に引き続き、クリア後に出現する独自のストーリーも収録されている。本作に収録されているシナリオには、すべて、親子が関わっている。前作よりも収録されているシナリオが少ないため、2と、コード、ベロニカのステージは、UC よりもカットが少なめである。 グラフィックは、プレイステーション3や Xbox 360などで使われている様々な技術を用いて制作された。2012年6月28日に本作と UC の2タイトルを HD リマスターした PS3 用ソフトバイオハザードクロニクルズ HD セレクションが発売された。数量限定特典として、ウェスカーズエクストラレポートと、 ダークスイードリポートの電子復刻版がダウンロードできるプロダクトコードが付属する。選択可能なキャラクターはレオンとクラウザーの2人だがチャプター6および7ではクラウザー限定となる。選択可能なキャラクターは全編を通してレオンとクレアの2人。選択可能なキャラクターはチャプター1から6までがクレアとスティーブの2人だがチャプター7はスティーブに代わってクリスが プレイヤーキャラとなる。特定の条件を満たすと出現するモード。操作キャラクターはクレアで、使用武器は無改造のハンドガンのみに固定されている。舞台はラクーン式で RPD の玄関から大通りまでの童貞を豆腐を倒しながらそ行していく。武器を選択できない上、豆腐も強敵であるため難易度は非常に高い。大部分は本編に登場するものと同じだが、 ゲームシステムの仕様変更に伴い動作が素早く派手になったり、新しい攻撃方法が追加されているものが多い。反面、毒で徐々に体力が減少したり、残り体力の量を問わず即死する攻撃は削除された。UC に比べると、武器の種類が減ったが、ではなく、金銭を消費して、武器の性能を向上させるものへと変更された。改造項目は、威力、連射速度、 装填速度、相談数、ストップパワーの5項目。なお、各キャラクターには得意武器が設定されており、入手の際の玉数が増加する、使用の際の攻撃力が上昇するなどの利点がある。また、同一キャラクターでもシナリオによって得意武器が異なる。ゲームバランスに沿ってストーリーはある程度変更されたが、 ゲーム内で入手できるアーカイブスの説明はオリジナルプロットに準じたものになっている。また、オリジナル版に比べてフィールドの構成も多少異なる箇所がある。ありがとうございます。